食料はすべて倉庫へ運んでください。培養肉などは忘れずに冷蔵庫に入れてくださいね。弾薬は届いていますか？あ、来ましたね。9割を武器庫に、残りは宿所に運んでください。レオン、チョコバーンを盗み食いしないでください。これは私が持ってきたものですが。パッケージに軍能用と書いてありますよ。軍能味という新発売の味ですよ。どういう味なんですか？税金の味？あ、アニス、箱の下から中身が出てます。え？あ、ほんとね。もう、これで何回目？一体どうやって運んできたのよ。箱がボロボロじゃない。地上での物資輸送は簡単なことではありません。配送用ロボットはラプチャーの動線を避けて輸送する必要があるので、道のりがとても険しくなります。ですので物資が良好な状態で届くことの方が少ないですね。途中で紛失することも多いです。エレベーターができるまで辛いわね。エレベーターの完成はいつ頃になるの？そうですね、マイティツールズの皆さんがすでに工事を始めているそうですが、早ければ1ヶ月、遅ければ3ヶ月程度はかかるとのことです。1ヶ月でできそうね。マイティツールズのことだから。はい、私もそう思います。アニス、そのまま行こうとしないでください。落としたものの回収を。これ置いてから拾うってば。途中で下ろすと面倒なのよ。ネオン、コンバットレーションもダメです。そのまま食べたらお腹の中で膨らんで大変なことになりますよ。なんと。指揮官、第3次の補給物資まで確認しました。これである程度準備は整いました。あとは探索支援が来るのを待つだけです。出発の報告からかなり時間が経っています。間もなく到着するでしょう。はい、探索に最適化されたメンバーだそうです。そのうち1名はミシリス所属ですが、大丈夫でしょうか？了解しました。それにしてもラプチリオンの置き土産が大きなものになりましたね。おかげでどこから始めるべきか分かりました。いやあ、みんな久しぶりだね。元気だった？ああ、こんにちは。お久しぶりです。いや、状況が理解できないんだけど。指揮官、ひとまず警戒は緩めずに。自称動物愛好家であり、ラプチャー専門家のラプチリオンです。自作したラプチャースーツを装着してラプチャーとの意思疎通を試みていました。あまりにも言動が過激だったので中央政府に問題視されていましたが、それが成功したのか、マザーホエールに乗って飛んで行ったのが最後でしたね。死んだかと思ってたのに。私は信じていましたよ。極めて得意な事例です。正直なところ信じられません。みんなが驚くのも無理はないね。全部説明してあげるから俺のことちょっと助けてくれない？もう5日間何も食べてないんだ。よかったら食べ物を分けてくれないかな。いや、先に飲み物をくれたら本当に感謝するよ。気絶してる。うわー、水水！水筒なんて持ってませんよ。早く早く！当然口からと言いたいところですが、口が見当たりませんね。
の？本当に死にかけちゃったよ。ありがとう、みんな。悪いんだけど、食べ物もお願いしていいかな？とりあえず、建物の中へ。詳しい話はそこで。うん、そうしよう。俺はあの時から今までホエリーに乗って地上のあちこちを巡っていたんだ。ホエリー？まさかあなたが乗ってきたマザーホエールのことじゃないでしょうね。ああ、その通りさ。とっても可愛い名前だろ。先が思いやられるわ。ホエリーから眺める地上は素晴らしかったよ。知ってたかい？地上はもう俺たちが知っている地上じゃなかったんだ。キラキラ輝くクリスタルでいっぱいの都市に、まるで生きているみたいに水面が揺れる銀色の湖、鋼鉄の山がそびえるすごく巨大な山脈も、他にもいろいろ不思議で美しい世界が広がっているんだ。食べるのを忘れちゃうぐらい驚くべき未知の世界、それが今の地上だ。アークから遠く離れた地上がってこと？そうさ、人類はアークという安全な場所に閉じこもってるから、外の世界がどうなってるのか分かってないんだ。しかし俺は見た、外の世界が変化しているところを。まだ俺も全てを見たわけじゃないけど、外のさらに外側がどんな光景なのかすごく気になってるんだ。とりあえず元気そうでよかったわ。そうね、正直私はもうダメだと思ってたわよ。私もです。何しろマザーホエールに乗って飛んでいっちゃいましたから。ありがとうみんな。ところでどうしてここに？ああ、たまたまこの辺りを飛んでいたら急に大きな音が聞こえたから様子を見に来たんだ。それでよく見たらたくさんのラプチャーと君たちが戦ってるじゃないか。みんなが危ないと思って助けに来たんだよ。助けてくれたのはありがたいけど、あなたラプチャーのことが好きなんでしょ？潰しちゃってよかったの？心は痛むけど仕方ないよ。まだラプチャーのほとんどは俺たちと交流する準備ができてないんだ。確かに俺はラプチャーを愛しているけど、君たちはそれよりもっと大切な俺の親友だから。ありがとう。いい質問だね。ホエリーを説得したんだ。ホエリーはたまに地上に降りて動物を食べてたんだよ。本当にたくさんの動物を一度にね。それで菜食を進めてみたら、その次から果物や草を食べるようになったんだ。しばらく菜食中心の生活をしていたら見た目も変わったんだよ。どうやって進めたの？いや、それよりも草を食べるようになったらラプチャーの見た目が変わった？動物愛好家でありラプチャー専門家でもある俺に言わせれば、多分食生活に合わせて体を変形させたんじゃないかと思ってるんだ。いやいや、そんなことできるの？できるとも、すごいだろ。うわー、すごい！って流せるわけないでしょ。自然の神秘ってやつさ。もう何がなんだか。あ、ホエリーがそろそろ出発したがってる。君たちも乗せてあげたいところだけど、ホエリーはまだ恥ずかしがり屋さんでね。今度会う時までには説得しておくから楽しみにしててくれ。あ、本当ですか？もちろん。すごいです。私今日からワクワクしすぎて眠れないかもしれません。それから俺の大切な友達、
今まで見てきた地上を地図に書き込んだものがあるから、それをあげるよ。そう、地図だ。ホエリーの目を借りて俺が一つ一つ書いた地図だよ。これを見て君たちも未知の世界に思いを馳せてくれ。自然の偉大さを、世界の脅威を、俺の一番大切な親友の君たちにプレゼントしたい。実際に行ってみるのもおすすめだよ。危険はあるけど、そうするだけの魅力はある。地図の書き方を知っているの？かなり精密ね。もちろん、動物愛好家として地図作りは基本スキルさ。これ本当なの？信じられないんだけど。大丈夫、俺を信じてくれ。ああ、大切に使ってくれよ。おっと、俺はもう行くよ。次に会う時にはまた新しい地図を用意しておくから、楽しみにしててくれ。じゃあみんな元気で、また会おう。それで君の報告をまとめると、光学迷彩は問題なく設置が完了し、地上をわずかながら取り戻すことに成功した。その過程でマザーホエールの変異種と呼ぶべきものに乗った民間人が乱入し、戦闘で助けられただけでなく、アーク近隣にとどまらない外の一部が書かれた地図を受け取った。間違いないか？極めて考えがたい話ではあるが、ひとまずそれは後にしよう。その地図が信用できるものかどうか判断がつかなかったので、バーニンガムに頼んで地図の信頼性を確認してもらった。結果は1時間前に受け取っている。信用できるだそうだ。中央政府でも外部の地形程度は把握できていた。とはいえ詳細が確認できず、探索を進めることはできない状態だった。中央政府が確認している外部の地形と君が持ってきた地図の地形を比較した結果、 90% 以上が合致すると確認された。加えて環境学者や地形関連の専門家たちに過去のデータとの比較も依頼したそうだ。その結果でもこの地図は十分信用に値するものだと結論が出たそうだ。つまり我々は指一本動かさず信頼できる地図を手に入れたことになる。地上奪還のみならず周辺情報の確保まで、とてつもない功績だ。早速だが次の任務について話そう。本日より特殊別動隊は地上探索中心の作戦を展開してくれ。ひとまず君が取り戻した地域は今後奪還地01と呼称し、物資及び人員の支援を行う。アークと奪還地01を結ぶエレベーター工事もすでに着工している。君はこの地を起点として地図の情報をもとに地上探索を進めてくれ。探索対象は何でも構わない。資源、食料源、植物や生物など、アークに役立ちそうなものであればいい。そういうことならまずは手近な場所を中心に始めるといい。奪還地01と一番近い地域は水晶が広がるという一体か。単純に考えれば鉱物資源の確保が期待できるな。この場所の探索に適したメンバーを送ろう。それから君のサポートとして専属のオペレーターも必要だな。だが君も知っている通り、現在のアークの状態は良好とは言い難い。あまり多くの人員は避けないが、少数精鋭で頑張ってくれ。それからもう一点、君が提供してくれた地図は中央政府のデータベースに登録させてもらうが問題ないな？
わかった。それは心配いらない。では、早速奪還地01に向かうのか。わかった。探索を無事に終えてアークに戻ってきたときは、艦隊を受けてもらうことになるだろう。私が計らっておく。実感が湧かないかもしれないが、今回君が成し遂げたことは、この100年間誰にもできなかったことだ。賞賛を受けて叱るべき業績と言える。素直に祝福を受けておきたまえ。他になければそろそろ解散としよう。静かだな。アークのマイナーな通信チャンネルを一つ譲り渡し、その対価として追加の技術支援を受けることになっている。その後は特に動きがない。静かすぎて心配になるほどだ。その前に一つ聞きたいことがある。君は権力が欲しいのか。無論君の功績はよく分かっている。今までも大役を務めてきたし、今回は特に大きな収穫だ。だがどうにも気になったのでね。君はそんなことにこだわるタイプだったか。ただ権力を振りかざしたいというわけではなさそうだな。何か他の目的があるということか。言ってみたまえ。やはりそうか。簡単なことではないだろうな。あらゆる妨害や脅迫を受けるだろう。アークで上り詰めるというのはそういうことだ。だが君の決意したことなら私も全力で手伝う。だからくれぐれも早まったことはしないでくれ。どうした？才能ある後輩を助けることは先輩としての本能のようなものだ。それから私はハッピーエンドが好きでね。それだけだ。運ばれてきた物資は片付けましたし、宿所と基本的な生活環境も整いました。ひとまずこれで大丈夫ですね。いえいえ、実際に荷物を運んでいた方たちの方が苦労されてますよ。そうよそうよ、こういう単純作業って結構大変なんだから。ところで今さらですが、シフティはこれからずっと私たちのサポート担当になったのですか？はい、正式に特殊別動隊の専属オペレーターとして配属になりました。特殊別動隊の皆さんと最も付き合いの長いオペレーターでもありますし、先日受けたオペレーター定期試験の成績も良好でしたので。直接ここには来ないのよね？そうですね、まだ危険が多いですから。地上はアークにいないと支援できることが限られてしまいますし、もちろん特殊別動隊はこれまでオペレーターなしでも素晴らしい成果を上げてはいますが、専属オペレーターがいるかどうかの差は大きいと思います。指揮官が手に入れたという地図は把握していますし、想定されるリスクのシミュレーションも完了しています。とはいえ文字通り未知の領域の探索になるので、想定外の事態が発生する可能性は高いですが、そんな時にもアドバイスなどでお役に立てるかと思います。あとは何よりも指揮官の事務作業の大部分を私が処理できるようになりますから。今までそっけない感じだったのに急に食いついたわね。でも結局師匠の書類仕事ってラピが全部やってませんでしたか？全部ではなかったわ。大部分ではあったけど。申し訳ありません、揶揄するつもりではありませんでした。とにかく足を引っ張ることはないのでご安心ください。それじゃある程度片付けは終わったし、探索支援のメンバーが来るまで待ってればいいの？
はい、もうすぐ到着する予定です。人員に関する情報は？3名ですね。パスファインダー、ハンマー&ドリル、エレクトリックショックの各部隊から1名ずつとなっています。え？輸送と鉱山の採掘とハードウェアの開発が専門の部隊よね。スカウティングとかメティスとかアブソルートとか、そのあたりが来るべきじゃないの？それに関しては説明を。指揮官、十字の方向です。おそらく合流予定のメンバーがラプチャーに遭遇したものと思われます。ラジャ、うわ、ラプチャーが多すぎるっす。この近くにいるのが全部寄ってきたみたいですね。申し訳ございません。最新の注意を払いましたが力を及ばず。あと私たちどこか適当な場所で降りて歩いていくはずだったっすよね。本当に申し訳ございません。うっかりしておりました。へへへ、ハンマリング氏、いびきをかきながら寝ていたことは覚えておられますかな？え？私がっすか？いびきなんてめったにかかないのに、ずいぶんリラックスしちゃってたみたいっす。へへへ、スクーターの音より大きかったですと？いびきを聞いてラプチャーたちが集まってきたのかもしれませんが。え？そんなにひどかったっすか？いえいえ、全然そんなことは。はい。なんで起こしてくれなかったっすか？何回も起こそうと言ったのですが、リバリン氏にやめておきましょうよって引き止められまして、それでこのざまというわけです。その申し訳ないっす。いえいえ、謝らないでください。それだけ私のブルーハリケーンの乗り心地が良かったのでしょう。地上であんなにぐっすり寝られるなんて、よほどお疲れだったんですね。お気持ちはわかります。それならありがたいっすけど。あれ、4時の方向の方位が少し緩んだようですね。ハンマリング様、あそこを突破するのに力をお借りできますか？鉱石を粉々にする気持ちで一気にお願いします。はい、任せてくださいっす。信号弾を打ち上げましたから、もうすぐ救援が来るはずですぞ。こちらから仕掛ける必要がありますかな？まあ、ラプチャー一体でも減らしておけば楽でしょうし。そうですかな。はい、そうだと思いましたが。あの、何かお気に障るようなことを言ってしまいましたか？申し訳ございません。いや、気にする必要はありませんぞ。カウンターズの皆さんはいつ来るんでしょうかな？信号弾を発射してから結構経ちましたぞ。奪還地01とここまでの距離、そしてカウンターズの皆さんの戦闘能力を計算すると、そろそろあの辺りに見えるはずです。ラプチャー発見。ミケ3機、肉眼で確認。完全に囲まれてるわね。どうしたらあんな状態になるの？早く助けましょう。距離を測るのは得意というわけですかな。ああ、これで生き延びてきましたから当然のことです。ああ、救援に感謝するっす。カウンターズの皆さんっすか？お会いできて嬉しいっす。センチ先輩をご存知っすか？私の憧れっす。うん、そうみたいね。ありがとうございます。おかげで助かりました。み
皆さんお強いようですな。さすが特殊別動隊。シフティ、 ID の確認をお願い。はい、少々お待ちください。そちらの皆さん、画面の方を見ていただけますか？あ、オペレーター様ですか。お疲れ様です。画面を見ていればいいのでしょうか？はい、3秒ほどで終わります。あ、目が痛いっす。もう少し電子機器と仲良くなるべきでは。それがいくらやっても無理なんす。はい、完了しました。合流予定の3名に間違いありません。そう、ありがとう。カウンターズ所属のラピ、アニス、ネオンよ。存じております。お噂はかねがね伺っております。いや、カウンターズの皆さんに実際にお目にかかれるなんて光栄です。話が早くて助かるわね。ではそちらの所属と名前を教えて。パスファインダー部隊所属のリバリンと申します。アークでは宅配の仕事をしていますが、今回の探索任務ではルート探索の担当です。ルート探索？地図があるのに？地図はあくまでも参考よ。それを元にして進む道を考える役ということ。緊急事態の時にどこを通って脱出するかも考えることになるわね。いやー、素晴らしいです。なぜ配達員の私が探索任務に派遣されたのか、どう説明しようか悩んでいたのですが、わかりやすくまとめていただきましたね。ありがとうございます。さすがは特殊別動隊の方です。ええ、ありがとう。ハンマー&ドリル部隊のハンマリングっす。クリスタルの鉱脈の調査と聞いて、採掘のプロの私が参加しないわけにはいかないっす。葉っぱでも調査でも何でもお任せくださいっす。だからって名前が単純すぎない？ハンマー&ドリルのハンマリングですから、もう一人のメンバーはドリリーなんて。あれ、ご存知だったっすか？本当に何のひねりもないわね。エレクトリックショック部隊のエレグと申しますぞ。電子機器に関することなら私にお任せですな。探索範囲に電子機器があるのでしょうか？あるかもしれないという話ですな。地上の主は人間だったということを忘れてはいけませんぞ。我々は地上を探索するわけですからな。なるほど、老朽化した施設などが残っているかもしれませんね。そういうことですぞ。そういう時にじゃじゃーんと施設を復活させられれば最高の出番というわけですな。あー、想像しただけでもかっこいいです。そうですぞ。それでは自己紹介が終わったようでしたら、奪還地01に帰還してください。今後の作戦について説明します。では説明を始めます。リバリー、ハンマリング、エレグの3名は探索作戦の期間中、一時的に特殊別動隊所属となります。ですので命令権は指揮官に委ねられます。本作戦における特殊別動隊の目的はクリスタル地帯と仮称されているエリアの探索です。名前の通り未知のクリスタルで覆われています。探索面積が広いので長期探索が必要となる可能性が高いですが、無計画に探索するわけにもいきませんので、まずは大まかな探索だけを行う予定です。指揮官が受け取った地図以外には詳しい情報がないので明確な指定はありません。クリスタルのサンプルを採取できれば有意義な調査になるかもしれません。ただしむやみに採取する必要はありません。リスクがないと判断できた場合のみサンプルを回収してください。私がやるっす。
鉱石とは仲良しっすから、パッと見れば危険かどうかは分かるっす。ま、そういうの得意そうに見えるわね。つまり探索作戦の内容はできるだけ広範囲を探索し、クリスタルに危険がないと判断できた場合は採取して持ち帰る、以上になります。目標自体は単純ね。もっと無茶ぶりされると思ってたわ。未知のエリアなので中央政府も慎重になっているようです。主要な戦力である特殊別動隊の皆さんを失うわけにはいかないという理由もあります。そんなことを言われると鼻が高くなっちゃいますよ。はい。ただ出発前にもう一つ。ん？どうしたの？奪還地01に最低2名を待機させてください。どういうこと？はい、様々な側面から検討された結果です。光学迷彩は理論上万全のはずですが、実戦に投入されたのは今回が初めてです。光学迷彩をくぐり抜ける新型の襲撃なども考慮する必要があります。探索メンバーの孤立や脱落に備えて救援に迎える人員も必要です。本拠地を空にしてしまうと緊急事態に対処できなくなってしまいます。私とアニスが残ります。もちろん一緒に行きたいのは山々ですが、他にどうしようもありません。あちらの3人は探索のために派遣された専門家です。ですが私たちは探索に役立つ能力を持っていません、ラピほど万能でもありませんし。ネオン。ですから残るべきは私たちです。雰囲気が、そうね、私とネオンが得意なのって戦うことだけだし、だからここで留守番してるわ。行ってらっしゃい。何かあったらすぐ連絡するか信号弾を打ち上げて。いいわね、指揮官様。何も言わずに行ってお願い。もう行って、早く。皆さんお気をつけて。指揮官。ここに何かあったらどうするのよ。大事な拠点のはずですよね、ここは。こうなるだろうと思っていました。わかりました。ただし指揮官へのサポートは少し手薄になります。それは問題ありませんね。わかりました、お任せください。大丈夫なんですかな。100年間で初めて奪還された場所ですぞ。奪われてしまったら苦労が水の泡になるのでは。おお、素敵です。お、何か言いましたかな。アニス、ネオン、なるべく急いで準備して一緒に行こう。ないわね、そこまで言われたら断れないじゃない。そうですね、久しぶりにゆっくり休めるかと思ってたのに。すぐに準備するわ。おやつもたくさん持っていきます。地図上ではクリスタルエリアまでの距離はそう遠くありません。もちろん近いとも言えませんが、進行ルートについてはリバリンに聞いてください。今はルートというほどのものもありませんね。ただ歩くだけです。気になったことがあるのですが、
地上に来るときって普通は部隊単位で行動しませんか？普通はそうね。でも皆さんはお一人ずつですよね。そうね、確かに珍しいかも。何か理由でもあるの？うちの部隊のドリリーは長期アルバイト中なんすよ。結構なお金になるらしいっすけど、めったに来ないから見逃せないとかで、事情があるからって休んだら次から仕事が来なくなるかもしれないらしいっす。え？こっちよりバイトの方が大事なの？そうっすね。理解できないわね。それではエレグは？どうして一人で？エレクトリックショック部隊はもともと大して仲良くもないですからな。専門もみんな違いますし、社交性があるタイプの集まりとはお世辞にも言えませんし、だから別々に動いてるんですと。そもそもゾロゾロ集団行動なんて逆に気が散りませんかな。まあそれはあるわね。以前メティスとアブソルートの皆さんと一緒に作戦に出た時はバタバタしてましたね。みんなうるさすぎて怒られてました。あなたの言えたセリフじゃないわよね。じゃあリバリンは？あ、私ですか？疑問にお答えできず申し訳ありませんが、個人的な事情ですので本当に申し訳ございません。ふん、そっか、それなら仕方ないわね。はい、3人ともシガンス。来る途中でいろいろ話をしたっす。細かい話はもう覚えてないっすけど、みんな生活が苦しい感じっすね。一歩間違えれば廃棄処分な身の上っす。仕事がないからっすかね。ハンマー&ドリルは確か鉱山の採掘が専門の部隊だったわね。その通りっす。でもアーク近郊の鉱脈や天然資源なんてとっくの塔に掘り尽くされてるっす。マイティーツールズの先輩方は建築技術があるから問題ないんすよね。古くなった建物を取り壊してまた建てないといけないっすから。でも私たちはそうじゃないっす。一度枯れた鉱脈はそれで終わりっす。実際うちの部隊は1ヶ月間仕事がなかったこともあるっす。いなくなっても誰も困らないっす。だからバイトの方が優先って。そういうことっす。じゃあ仕事を増やすために志願したということですか？その通りっす。新しい土地に行ければ新しい仕事が生まれるはずっす。しかもクリステルが広がってるっていうなら最高が専門の私が活躍できるっす。そうすれば美味しいものも食べられるし最新式の装備も買えるっす。だから志願したっす。わかります。仕事がなくなるというのは辛いことですよね。リバリンも仕事がなくなったことがあるっすか？私ですか？もちろんありますよ。私たちは輸送部隊ですから。そういえば聞こえはいいですが今はただの配達員です。でも最近は宅配ロボットやドローンが配達をしています。失敗もしないし安全で早くて正確です。そうなるとミスや事故で配達が遅れたりする私たちを使う理由がなくなってしまうんですよね。機械に仕事を奪われるって言葉は一言だと思っていましたが当事者になってしまいました。ああ、私たちも機械ですから、機械が機械に仕事を奪われただけですかね。それにしてはお金には困ってなさそうですな。え、私がですか？ああ、私ほど貧乏なニケもそういませんよ。その割にはスクーターがちゃんと整備されてますな。服も全身新作では？機能性の高いものばかりですぞ。ほんとだ、全部オクトパスの新作じゃない？
仕事のための必要経費だと思ってください。ボロボロの格好では荷物を預けようという人もいなくなるので。ではそのお金はどこから出てくるのですかな。ロボットに宅配を任せたがらない方たちがいるのです。それが私のお客様です。おかしな話ですな。ロボットの方がいいはずなのになぜあえてリバリーしよう。それはリバリン氏に依頼する理由は何でしょうね。そこまでにして。振動を感じるわ、シフティ。はい、前方からラプチャーの反応です。さすがですね、ラピでしょう。うちのラピはすごいでしょう。はいはい、すごいすごい。指揮官、先制攻撃を提案いたします。ラジャ、おお、お見事ですな。このレベルならラプチャー上がり専門隊って差し支えないのでは。すごいっす。私もラプチャーとは何度か戦ったことがあって、それなりに自信があったっすけど、これは次元が違うっすね。先ほども見てはいますが、本当にすごいですね。恥ずかしいですから、褒めるのはあと5分だけにしてください。まあ地上でそれだけ揉まれたってことかしら。そういえばカウンターズの皆さんはエキゾチックの身柄を確保したことがあるそうですね。ヘレティックとも戦闘経験があるとか。つまりラプチャー以外との戦闘も得意ということですね。それがどうかしたんですぞ。いえ、ただそうなるともう無敵だなと思いまして。もちろん何だって得意ですよ。特にアニスなんて刀剣と呼ぶにふさわしい暴れっぷりです。いっぺん噛まれてみる。ところでリバリン氏、先ほどの質問はどうなりましたか。あの質問ですか。なぜロボットではなく二手に宅配を任せる人がいるのか。はあ、どうしても答えないとダメでしょうか。一緒に作戦に取り組む仲間同士、引っかかるところがあると困りますからね。宅配ロボットにお世辞は言えませんから。なんと偉い方たちのイベントの盛り上げ役とでも言えばいいでしょうか。ドラマチックなタイミングで依頼されたものを届けるんですよ。それでクライアントから頼まれた通りのセリフを伝えます。誰々様からのお届け物です。あなたが辛い時は力になるとおっしゃっていました。そういった感じです。うん、そうするとプレゼントを受け取った方も気を良くしていろいろと話し始めます。あとはその方の機嫌を損ねないように必死に話を合わせてご機嫌取りをするんです。なかなかの稼ぎになりますよ。何しろ偉い方たちですから。そんな需要があるんですな。ええ、ありますよ。ものすごくお金があって時間もあるけど刺激に飢えているという人はアークにいくらでもいます。おかげさまで、お気づきの通り綺麗なスクーターに乗っていい服が着られるというわけです。うん、なるほど。では次はエレグ様の事情をお聞きしたいですね。一緒に作戦に取り組む仲間に引っかかるところがあると困りますからね。うまく返されましたな。すみません、上げ足を取るつもりではありませんでした。単なるお話をきちんと聞いていますよというアピールです。うん、
エレクトリックショック部隊は電子機器やハードウェアの製作と整備を専門とする部隊ということはご存知ですかね。私はそこでエネルギーの応用や効率を担当しておりますが、アークは今全てが足りない状況ですが、無論エネルギーも例外ではありませんぞ。そこで私はアークのエネルギー問題解決の手がかりを探すために来たというわけですな。もしかしたらクリスタルとやらがいい触媒になるかもしれないですからね。これで答えになりましたかね。そうですね、私とは全然違います。さすがエリートな方は志願される理由もご立派ですね。あの二人すごく仲良さそうじゃないですか。初めて会ったはずなのに不思議っすね。そうですね、そう見えるならよかったわね。まったくね。もうすぐ肉眼で確認できるはずです。念のため注意してください。ラジャ、めちゃくちゃドキドキするっす。コアが張り裂けそうっす。へへ、それは私も同じですぞ。見えました、あそこです。エレグ、周辺の成分分析を行ってください。お任せあれ。毒性物質はなし、酸素濃度も正常、未確認成分は検出されませんでしたな。変わったところはなさそうですぞ。エブラ粒子の濃度が異様に低いぐらいですかな。了解しました。ではハンマリングにお願いします。了解っす。ひとまず見た目は普通の水晶と同じっすね。叩いてみた感じも硬度は高そうっすが、表面は石英とほぼ変わらないっすね。でも少し妙なところが。皆さんちょっと来てほしいっす。妙なところとは？近づいても大丈夫なんですか？ああ、大丈夫っす。表面がすごく滑らかっすから、ガスや液体が噴き出したりとかはなさそうっす。でも念のため指揮官は少し離れていてくださいっす。おお、ハンマリング様もすごく頼もしいですね。変わった模様ですな。これは何でしたっけ？ダマスカスのようなものですか？見たことない表面ですね。その話信じてもいいのでしょうか？ん？ああ、ダマスカスってことですか？いやー、ネオン様、ユニークなユーモアのセンスをお持ちですね。驚きました。ふふん、分かっていただけて嬉しいです。忠告しとくけど、そういう部分は褒めたりしないで、大変なことになるわよ。そうですか？私は本当に感心しましたが。ハンマリング、作業を続けて。見た目はクォーツ系統とそれほど違いはなさそうっす。光が流れているみたいね。はい、模様になってる部分から光が出てるっす。自然発光ですかな。わからないっす。私もそう思っていたところですな。へへ、ちょっと確認してみますぞ。電気が流れていますな。それもかなり。電気が？これは機械ということですか？
電気が流れていれば機械と考えるのは大きな間違いですぞ。動物にだって流れていますからね。でもこれは動物には見えないっす。そうですね。不思議ですぞ。どうかしましたか？タブレットの電源が落ちましたな。え、あれ？ああ、バッテリー切れみたいですね。充電し忘れですか？お待ちください。確か私のブルーハリケーンに予備のバッテリーが。へへ、私も用意しておりますぞ。しかし変ですな。確かにさっきまで 80% 以上あったはず。ハンマリング、外見からわかることはそれだけ？はい、そうっすね。サンプルを少し採取したいっすが、大丈夫っすか？どうやって採取するんですか？先端部分を少しだけ壊して回収するっす。原始的だけど確実な方法ってわけね。その通りっす。了解しました。お願いします。指揮官、もう少しお下がりください。いえ、やはり私の後ろに立っていてください。そうっすね。中にガスが充満してたりするかもしれないっす。あとは壊すときに破片が飛び散るかもしれないっす。ほほう。ネオン、隠れてないで出てきなさい。面積が少しでも広い方が前に立つべきではありませんか？じゃあハンマリングの後ろに立ってなさいよ。あそこは近くて危険ですから。まったくもう。皆さん、もう少し後ろにお願いするっす。遮蔽物もあった方がいいっすね。中に何が入ってるか誰にもわからないっすから。最悪の場合、中に充満してたものが酸素と反応してドカーンと行くかもしれないっす。ハンマリング様は大丈夫なのですか？私は頭がすごく頑丈にできてるっす。もしもの時は頭だけ持ち帰ってほしいっす。了解。じゃあ行くっすよ。思ったよりかなり丈夫っすね。石英のコードは軽く超えてるっす。ダイヤモンドぐらいっすかね。次は全力で叩いてみるっす。ラプチャーに見つかったようです。そちらへ移動中、距離400。うん、最悪のタイミングっすね。クリスタル付近での戦闘は控えてください。壊れたら何が起きるか分かりません。ラジャ、ラプチャーの残骸がクリスタルの方に。ハンマリングシーン、知ってたっすか？実は私、野球選手が夢だったっす。ピッチャー志望だったんですか？アニス、私の後ろに。あなたが私の後ろでしょ。間に合いません。指揮官、私の後ろへ。皆さん、姿勢を低くして。何も起こらないみたいね。びっくりした。びっくりしすぎてメガネが飛び出すところでした。ふう、ヒヤッとしたっす。ん、みんな騒ぎすぎですな。へえ、そうですね。さっきのふぎゃーって何だったんすか？なんかの合図みたいな。どうでしょうね。クリスタルも壊せたことですし、毒性物質が流出していないか確認しますぞ。何も出ていないですな。さ
さっきから気になってたんですが、そういうことがわかるんですか？大気中の物質をこの機械で確認できるのですぞ。測定範囲は狭いですが、なかなか使えますね。私のメガネにもその機能をつけられませんか？ネオン氏、そのメガネはただのレンズですかな？いいえ、ディスプレイ機能があると聞きました。なるほど、それなら可能かもしれませんな。後で試してみますぞ。おお、ということはこれからは情報分析担当ネオンになれるんでしょうか？うまくいったらたまったもんじゃないわ。余計にうるさくなりそう。じゃあ壊れた部分を持って帰るっす。光ってない。そういえば模様の部分から光が消えていますな。どれどれ、電気ももう流れてませんぞ。でも手に入ったには違いありませんから、持って帰りましょう。これを持って帰ってもちょっとあれじゃないっすか、半端な状態のサンプルって感じで。ちょっと、消えちゃったっす。そのようですな。何でしょうかな、これは。強く握りすぎたんじゃない？あはー、あんなに硬いクリスタルを素手で粉々にできちゃったってことっすか？同意します。戻ってから改めて調査チームを編成し直した方がいいでしょう。あの、ちょっと待ってくださいっす。もう少し奥に進んだらダメっすか？地図を見る限りこの先にはクリスタルがもっとあるはずっす。私も同意ですぞ。私もです。でも何か収穫があるはずっす。奥でもっといいサンプルが手に入るかもしれないっすし。私たち仕事を見つけるためにここまで来たんです。このままアークに戻ったら調査隊には他の誰かが編成されるでしょう。そうなれば私たちはまた仕事のない哀れなニケに戻ってしまいます。でもせめてまともなサンプルか驚くような調査結果を持って帰ることができれば、探索で活躍したという評価は得られるはずです。このまま帰ってただ現場を見て帰っただけの無能扱いされるわけにはいきません。それに個人的に気になりますからな。完全に未知の水晶体ですぞ。これをただ見ただけで帰るなんてもったいないですからな。我々が第一発見者になるわけですし、こんな絶好のチャンス逃したら損ですな。サンプル回収もそうですが、まだいろいろと確認できるはずですぞ。お願いします。どうか許可をお願いします。もう他人の顔色を伺いながら生きていきたくはないんです。この任務でルート探索の役割をやり遂げたと評価されればまた次もあるはずです。もちろん危険は承知の上です。それでもアークで誰かに媚びへつらい続けるよりはいいんです。ずっとそうやって生きていくぐらいならいっそ地上で死んだ方がマシです。私にだってプライドがあるんです。ですからもう少し探索してみませんか？お願いします。今のところ大きなリスク要因はないかと。クリスタルには毒性や有害物質はなく、爆発などの危険もなさそうです。現在判明している限り、ただ珍しい模様のクリスタルというだけです。ラジャ、では探索続行ということで引き続きバックアップを行います。
クリスタルの集合体のように見えますな。おお、そうっすね。あそこだけクリスタルが固まってるっす。行ってみますかな。よし。エレグ様、急にテンションが上がりましたね。クリスタルに危険がないことは判明しているから、もう怖がる心配はないということね。やる気があっていいですね。やはり希望が見えれば元気も出るのでしょう。そうですか。リバリンも随分意欲的では。私ですか。まあやる気は確かにありますが、私は最悪の状況を避けるためにただ必死なだけですから。知的好奇心のために意欲的なエレグ様とは性質が違いませんか。必死になるのだって別に悪いことじゃないでしょ。必死すぎると無理をしがちになってしまいますので。まあそれはそうね。だから私たちがいるの。誰にも無理をさせないために。ああ、皆さん私のことをすごく気遣ってくださいますね。自分を下げる方が楽な時もあるけど万能ではないと思う。ずっとそうやって生きてきたので、そういう人付き合いしか知らないんです。ニケになる前はどうだったの。覚えていません。きっと今と似た感じでは。生まれ持った性格というのは変わらないものです。無理に変えろとは言わないわ。ラピー様は性格も変えられると思いますか。ええ、いくらでも。はあ、まるで経験したことがあるみたいですね。皆さんこちらに来てくれますかな。はい、今行きます。はい、姿勢は消極的ですが、探索自体には興味があるようです。探索の継続を言い出したのも彼女です。詳しくは分かりませんが、何か考えがあることは間違いないでしょう。エキゾチックのこともあったし、注意しすぎて困ることはないわね。最初から疑ってかかろうという話ではありませんけどね。はい。見えましたかな。見えましたけど、思ったより残酷ですね。ラプチャーの死に方の研究ですか。エレグ様の探求心は凄まじいですね。そういうわけではありませんな。もう少し観察するっす。まあそうですな。ラプチャーの沈黙を確認。これは少し見てて楽しいシーンじゃないわね。それでエレグ様、一体何を。これはどういうことでしょう。さっぱりですな。さっきもこうなりましたな。クリスタルが成長した。そうですな。ラプチャーを養分にしたのでしょうか。そうは見えませんな。ラプチャーの見た目は変わってないですからな。何らかのウイルスという可能性は。ラプチャーだけに反応するウイルスですかな。我々が触った時は何も反応がありませんでしたゆえ。ああ、もしそうなら武器に使えるんじゃないすか。どう報告しましょうか。はい、了解しました。もう少し行ってみませんかな。
実験してみたいことがありますぞ。ハンマリング氏、手伝っていただけますかな。もちろんす。ここまでハンマリング氏と共同で調査した内容を共有しますぞ。このクリスタルは一定時間以上触れたもののエネルギーを吸収するようですな。クリスタルに触れているものにエネルギーと呼べる何かがあれば、それを丸ごと吸い取りますぞ。そうするとクリスタルが大きくなるんですな。成長する理由は単純ですぞ。表面積が広くなりますからな。先ほどクリスタルを調査した時にタブレットの電源が落ちましたな。あれは充電忘れではなく、タブレットのエネルギーが吸い取られたようですぞ。根拠は？何回にもわたる実験の結果ですな。おかげでバッテリーがどれも 0% ですぞ。手でも触れてみましたが、少し経つと高出力が落ち始めましたが、あのまま触り続けていたらおそらく私もあのラプチャーと同じことになったでしょうな。自分の体で試したんですか？さすがの探求心ですね。まあ代償は払うことになりましたがな。一見何の異常もないように見えるでしょうな。そんな、どうしてこんなに穴だらけなんですか？これが見えるのですかな。とにかく私の手にすごく小さな穴がすごくたくさん開いてますな。入り込まれた。ご名答。私の体内に手から侵入しようとしたようですな。狙いは私のエネルギーですな。手からコアが遠かったので道を作ろうとしたようで、クリスタルから手を離して手を動力からしばらく切り離したら治りましたぞ。破片などが手の中に残っていたらどうなるんですか？それは心配いりませんぞ。全て実験済みですからな。あとはハンマリング氏、説明をお願いできますかな。もちろんす。このクリスタルは吸い取ったエネルギーを中に溜め込んでるっす。電気に変換するんですな。そうっすね。だからこのクリスタルの中はいつも電気が流れているっす。それで電気がなくなると粉々になるっす。水がなくなった植物みたいなもんっすね。養分がないから枯れるのと似たような感じっす。だから私の手も無事ということですぞ。養分をなくしましたからな。ただ欠片は粉々になるっすが、地面に埋まっているものは頑丈みたいっす。それで地面を掘ってみたっす。クリスタルは全部つながっていたっす。ここ一帯のクリスタルが全て地面の下でつながっているということ？そうみたいっす。まるで木の根っこみたいっす。それはつまり、このクリスタルの根元があるはずですな。見つけ方は簡単ですぞ。仮に長いクリスタルがあるとしますな。それを半分にしたとすると、半分は粉々になり、もう半分はそのままになるでしょうな。そうして変化がなかった方を調べれば、このクリスタルの根元までたどり着けるというわけですな。それからこれはもう少し調査が必要ですが、クリスタルの中の電流にも方向性があるような予感がしますな。これが本当に根のようなものなら、養分は中を循環していて、どこかに中心があるはずですな。いけますぞ。このクリスタルの本体を突き止めることできそうですな。よし、できそうっす。そうですな。ですがクリスタルはここにあり、我々もここにいますな。だから確認する必要がありますぞ。
これが何なのか、なぜここにあるのか。一つ確かなことは、これが自然発生したものではないということですね。これは誰かがはっきりとした目的を持ってここで育てているものですぞ。ここが良さそうね。3方向が塞がっているからですか？そう、入り口も適度な広さで野営地に適しているわ。じゃあ私はデコイを撒いてきます。できる？もちろんです。頻繁ではありませんが、地上は何度か経験があります。それに道案内役ですから、要所を把握するのも専門分野です。それならお願い。もちろんですよ。そんなにかしこまらないでください。一緒に行きましょう。いえいえ、私だけで大丈夫ですよ。アニス様はお休みください。気にしないで、ささっと終わらせて休む方が気が楽だし。ほら行きましょう。わかりました。ここで寝るんですかな。そうなるわ。それもありますが、不安に思われませんかな。あのクリスタルが我々のエネルギーをどこから狙ってくるかわかりませんぞ。この付近にはないっす。全部確認したっす。間違いないですかな。間違いないっす。クリスタルに足でも生えてない限り心配ないっす。ひとまずわかりましたぞ。エレグは怖がりっすね。当然のことですな。生存率と成功率を上げる最もいい方法は、慎重に動き安全だと分かってから一気に畳みかけることですからな。来る時もそうでしたが、本当に寝つきがいいですな。いびきも特大ですな。関係ありませんね。どうせ寝る気はありませんでしたので。少しでも寝ておいた方がいいわ。大丈夫ですぞ。たっぷり寝てきましたからな。見張りは私に任せて、皆さんは寝るといいですな。はい、わかりやすかったですかな。実際に見たわけですからね。探索任務と聞いた時からすごくドキドキしていましたが、少々うっかりすぎですかね。え、好き？さすが師匠、ぐいぐい行きますね。はあ、見張りは交代制で、最初は私がやるわ。どうしても眠れないなら一緒にやりましょう。ではそうしますかな。はい、指揮官。静かです。かえって不安になるほどですね。光学迷彩がこれほどの効き目だとは思っていませんでした。はい、ちょうど待機モードに切り替えようと思っていました。あ、モニタリングは交代を頼みますのでご安心ください。指揮官もお疲れ様でした。それでは。指揮官氏、ちょっとそれ見せていただけますかな。オペレーションデバイスのことですぞ。これどれくらい使ってますかな。最後に整備したのは？ボロボロですな。絶縁線が外れそうですし、部品もかなり古くなってますぞ。私が修理しても構いませんかな。しばしお待ちくだされ。
終わりましたぞ。はい。おお、気づかないと思っていましたが、いい目をしてますな。へへへ、ブームという古典 FPS の傑作ですな。ジャンルの元祖みたいなものですぞ。容量たった28メガなのに、最近の下手なゲームより面白いですな。画面がある機械があればブームをインストールする、常識ではありませんかな。では今から覚えておくことですな。あとそれ、タイトル画面だけじゃなくて実際にプレイできますぞ。おっと、コントローラーがないから操作はできませんな。すぐに作りますぞ。余っている部品が、面白いんですがな。ラピシの武器にも機能補正用の画面がありましたな。そこにもインストールしておきましたぞ。え？あ、へへへ、いかがですかな。画面さえあればどこにでもインストールできますぞ。消して。予約が何件か入っていたので、お客様の応対をしていました。そうなの、忙しいわね。生きるためですから、仕事があるだけマシですよ。仕事ってどれくらいのペースであるの？まちまちですね。記念日などは重なることが多いので、そういう時は忙しくなります。普段は会ったりなかったりという感じです。大変そうね。それでお客様の相手は終わった？はい、終わりました。じゃあ戻りましょう。早く寝て明日に備えなきゃ。そうしましょうか。ああ、ところでリバリン、しばらくそういう記念日らしい日ってなかったと思うけど、そんなに予約が多いの？まあまちまちですから、運が良かったみたいですね。そう、良かったわね。あはは、はい、おっしゃる通りですね。どうしたの？ネオン、これは何でしょう。私の目がおかしいです。見せて、何が変なの？目の前がゲーム画面に。メガネにゲームの画面が映ってるわね。これブームだわ。こんな古いゲームがどうして急に。これが噂の最先端の VR 技術ですか。その割にはグラフィックがすごく昔っぽいですけど。エレグ。お休みの間にメガネをアップグレードしておきました。名作ゲームを間近でプレイできる栄光を差し上げますぞ。私はゲームではなく分析機能を希望したんです。それにしてもそのメガネ、一体どこで手に入れられたのですかね。ただ最初から普通に持ってましたが。フレームもレンズも何一つ普通じゃありませんな。フレームはニューマターで軽量化されてますし、レンズのディスプレイも超高性能ですな。私でも見たことがないほどでしたぞ。
内部 OS のストレージも大きいはずなのに、ほぼ全て使われてましたし、ギリギリブームをインストールできるぐらいの容量しか残ってませんでしたな。何をおっしゃってるのか全然わからないですが、とりあえず元に戻してもらえますか？うひひ、フレームの上部を軽く2回叩けば消えますぞ。次からはフレームの横を2回叩く仕様にしてください。その方が知的に見えそうなので。それはまた今度、時間のある時ですな。いずれにしろ普通のメガネとはお世辞にも。壁に生えてる、なんでしょうな。うわどうしたっすか？なんですか？あれ。移動してきたんですかな。まさかクリスタルに足が生えてるわけないし。生えたのではないですか？そうかもしれないわね。壁の中に元からクリスタルが埋まっていて、私たちがここにしばらくいたから出てきたのかもしれないっす。エネルギーを吸収するために動いたということですかな。っすね。やっぱりいくら考えてもただの鉱石とはかけ離れた何かっす。というと植物の方が近いんじゃないっすか？養分がなくなると枯れるって話も、根っこがあって養分の方に伸びるのも、植物ってそういうものっすよね。一理ありますな。念のためボタニックガーデンに連絡するっす。あそことは付き合いがあるっすから。その方が良さそうですな。指揮官ラジャ。道がどんどん狭くなってるっす。地図には反映されていないようですね。やはり細かい部分まではわからないようです。空から撮った写真に近いもののはずだから。詳しくはないのですが、もし前後からラプチャーに挟まれたら何もできなくなってしまうのでは。じゃあ私が後ろを見張るっす。あと一人お願いするっす。でしたら私がやりましょう。お願い。それにしてもここはすごいですな。クリスタルだらけですぞ。そうっすね。地面も壁もめちゃくちゃっす。どこにも触ったらダメっすよ。こんな場所で戦闘なんて考えたくもないですね。もしクリスタルの上に飛ばされたら、昨日見たラプチャーと同じことになりますよね。エネルギーを吸い取られて。ああ、その話なら多分簡単に解決できるっす。頭を外せばいいっす。はい、こりゃダメだって思ったら頭を外せば問題ないっす。私たちは頭さえあれば生き残れるっすから。体はクリスタルにエネルギーを吸い取られて使えなくなるはずっすけど、問題ないっす。理論上はそうかもしれませんが、それを実行に移せる人がどれだけいますかね。なんでできないっすか？一番確実で安全な方法っすよ。ハンマリング氏、死んだことは終わりですかな。ないっすね。私もないので分かりませんが、簡単にただ部品を外すようにはいかないと思いますぞ。逆転の勇士ことカウンターズの皆さんならそういう経験があるかもしれませんね。あるわ。私も。はあ、やはり。私はありませんね。それだけすごいということですが、ではハンマリング氏に教えてあげてくだされ。死ぬのがどれほど難しいことか。
自らの意思で選択するのは難しいはずよ。でしょう。たやすいことではないのですぞ。そうすか。そういう状況になったことがないからわからないですね。実際に体験すればわかるっすかね。一番いいのはそういう状況を作らないことだと思います。その通りっす。あらかじめ想定しておいてこそ本当に最悪の状況になった時に対処できるってものですぞ。あははは、いくら頭の中で考えてあっても本当に最悪の状況になったら何もできないものですよ。事前の想定通りとはいきませんし。お、そんな状況があったんですかね。聞かないでください。言うのも辛くなる話ですし、それは秘密ということで。どうか。うん、仕方ありませんな。シフティ、この先には何があるの。旧時代の都心部があります。かつては中規模の貿易都市だったはずですが、これといった特徴はなかったようですね。不明です。現在の進行ルートも地図にないものですから。少し気になるとすれば、都市の外縁部に何か大きなものが描かれていることでしょうか。肉眼で確認しない限り判断は困難かと考えます。はい。これってまさか全部ラプチャーっすか。そのようですな。エネルギーを吸い尽くされて死んでおりますが、どうかしましたかな。このラプチャーたちの動線が気になります。何かがおかしくて。どういうことですかな。前に進むほどラプチャーの残骸が増えています。倒れている方向などから考えて、私たちの後ろに向かっていたようです。先ほどオペレーター様がこの狭い道の向こうに中規模の都市があったと言いましたよね。これって満員電車みたいだなと。どうして急に電車の話になるすか。通勤の時間帯には多くの人が電車に乗りますよね。ホームに集まった人が列車のドアが開いたら一斉に駆け込みます。揉み合いになって大変です。ラッシュアワーとも言いますね。その時に人が一番多く固まる場所が列車のドアの左右なんです。そこを抜けた少数の人たちから先に列車の中に入ることになります。その通りです。やはり指揮官様は話が早いですね。それで気になっていることは、なぜラプチャーがどこか広い場所ではなくこの狭い道に駆け込もうとしたのか。そうとしか考えられません。この向こうで何かが起きて、ラプチャーたちはこの狭い道を通って逃げ出そうとしていたのだと思います。指揮官、転がっているラプチャーですが、脚部をはじめ移動に必要な部位を破損しているものが多いようです。お互いにぶつかり合ったか踏み合ったかだと推測します。ラプチャーが逃げ出す、そんなメカニズムがあるんですかな。ラプチャーにちょっと質問があるっす。そもそもラプチャーは何のために逃げたっすか。皆さん、前方3時の方向です。壁を見てください。特に変わった点は見当たらないけど、どうかしたの。クリスタルが動いているようです。ラプチャーの残骸と他のクリスタルに隠れて見えにくいですが、少しずつ接近しています。何ですって。本当にクリスタルに足が生えたんでしょうか。
こっちに来てるっすか？皆さん、少しお静かに。全員構えて。状況終了。倒せましたかな？ええ、もう機能停止してるわ。クリスタルの光が消えたっす。確認してみますな。本当にもう動きませんかな？間違いないっす。了解ですぞ。ハンマリング氏、ちょっと手伝ってもらえますかな？開けてみますゆえ。うっす。中はズタボロですな。通り道がたくさんありますぞ。通り道？そうですな。クリスタルが私の手を通ってコアに侵入しようとしたことは覚えてますかな？あの時と同じ痕跡ですぞ。こちらはもう少し太いですかな。クリスタルが中を通った道がそのまま残ってますぞ。全部コアに向かって伸びてますな。コアもかなり損傷してますな。わかりませんぞ、これは。あ、ちょっと待ってくださいっす。もうすぐ連絡が来るっす。連絡？誰からですかな？ボタニックガーデンからの通信要請です。接続します。ごきげんよう。ボタニックガーデンのフローラでございます。ハンマリング様から状況はすべて伺いました。発見されたクリスタルが植物に似た特性を持っているようですね。あれ？外部に情報を出していいんですか？はい。地上探索は秘密作戦ではありません。現在作戦を遂行できる部隊が特殊別動隊の他にないというだけです。そうだったんですか。実物を拝見するのが一番ですが、そうもいきませんので、ハンマリング様からの情報をもとに推測いたしました。ひとまずクリスタルが植物であると見立ててお話しさせていただきます。詳しくはサンプルを調査するか実際に拝見するまで分かりませんが、そのクリスタルが生えたラプチャーは、ラプチャーに寄生していたクリスタルが外皮を破って発現したものと思われます。寄生した？クリスタルは養分、すなわちエネルギーを吸収する性質があるようです。ラプチャーがサーバントやマスター級の場合、コアは相対的に見て小さいものです。持っている養分が少ないとも言えますね。つまり、下級ラプチャーであればエネルギーを一方的に吸い尽くして終わり、捕食してしまうようなものでございますね。しかし、今回のラプチャーの原型はロード級、巨大なコアとエネルギーを持っています。長くゆっくりとエネルギーを吸収した方が、一気に吸収して死なせてしまうより都合が良かったということでしょうね。無論これはクリスタルを植物として考えた場合の仮定でございます。そのような規制は珍しくありません。むしろよくあることでございます。植物ではありませんが、冬虫夏草という例もございます。それではなぜ寄生するのでしょうか？単純なことです。さらに遠くに移動して繁殖するためでしょう。植物は大抵地面に根を張るものです。その場に固定され動けません。養分がある方へ根を伸ばすことは可能ですが、とてもゆっくりとした動きになります。
ですから、動けるものに種を食べさせたり寄生したりするのです。縄張りを広げるための手段。その通りでございます。ラプチャーたちが逃げ出したことと関係はあるのでしょうか。残念ですが、そこまでは分かりかねます。植物はおとなしいものです。静かに気づかれずに寄生する方が生き延びるために有利ですので、宿主を脅かすことはないと思いますが。植物ならですよね。その通り。大事なのはそこでしょう。植物に似た特性を一部に持ってはいますが、外見は植物とかけ離れていますので。了解。情報ありがとう。参考にするわ。ええ、お困りの際はいつでもご連絡ください。私も直接拝見したいところですが、アークが予断を許さない状況ですので、機会がございましたらぜひ地上でお目にかかりましょう。感謝す。しっかり休んでくださいす。はい、それでは失礼いたします。では情報を整理しますな。クリスタルはロード級のラプチャーにも寄生できる。この先の都市にラプチャーが逃げ出すような何かがある。で、いいですかな。そうですね。情報整理ありがとうございます。じゃあ早く行くっす。指揮官、このまま進みますか。ラジャ、いいお考えだと思います。やっぱりリスクを冒さないと欲しいものは手に入りませんよね。じゃあ扉を開けるっす。ふんっ。